こんにちは、バイクジャーナリストの小林由紀です。今日はですね、このヤマハ SR400、ニューモデルとなったということなんですが、違いはこちらの前のですね、排ガスに対応したシステムがついたということで、ほぼ前のモデルとは変わらないんですけれども、なぜ今私が、こちらのモデルを前にですね、インプレをやるかというと、実は私、SR 何度も乗っては来たもののですね、実は自分はクラブマンというカスタム系の雑誌出身で、ドノーマルの SR には乗ったことがありませんでした。ですので改めて、私なりにですね、こちらの、本当にノーマルの SR400、こちらを今からインプレをしていきたいと思います。では早速いつものように、こちら足つき、そして取り回しのインプレから、始めていきたいと思います。さて、私のスペック、身長は161センチ、足は普通の人より4センチぐらい短いそうなのですが、結構短めです。ということで、そちらから私の股下、多分見えてないんじゃないかなと思います。ということで、今ちょっと前に回りますが、このぐらいの股上、この辺ですね、このぐらいのイメージです。ちなみにこの SR、スペック的には790mm ということで、低くもなく高くもなくといったところでしょうか。シートはね、スポンジが厚めに見えますけれども、では早速ですが、また上がっていきたいと思います。ということで、ハンドルはね、バーハンドルでちょうどいいところにありまして、シートもフラットな感じなんで、足をうんと上げなくてもおそらくまたがれるでしょう。はい、ちょっと背伸びしながらね、膝が入ればもうスッと、今実は本当に初めてまたがったんですけども、本当にスタンダード、オーソドックスな感じがいたします。ステップの位置が結構下めにあるような気がしますね。で、ここからじゃあまずは、サイドスタンドからまたがったら、そのままバイクを起こせるかどうか、いきます、せーの、軽いです。ちょっと足、今ですね、母子球がベタ足、ちょっとお尻ずらせばかかとつきますね。あ、というか、あ、膝伸ばしたら私のこの足の短さでもバッチリベタ足ですね、片っぽで。その状態からちょっとこう背伸びじゃないですけど蹴り出せば、多分手いらないです、これ。おお、やっぱこんな軽かったんだ SR スペック的にはね、今の装備重量で175キロという数字が出てますけども、全然軽く感じます。はい、そして足を変えるということで、右足をつくと多分両足つきますね。おお、嬉しい両足つきます。おそらく、身長157センチ前後の方の普通の足の長さの方でしたら、余裕でつくと思います。で、足を変えるというか、もう左足を上げる。そして問題はサイドスタンド。 SR は昔からね、ヒゲがあるので、このヒゲに足が、届くも届かないも余裕ですね。多分これヒゲなくても、あ、でもしまわれるとヒゲないとダメなんだ。出すのもつま先でいけます、かかとでもいけます、どちらでもいけます。はい、ということで、そのままサイドスタンド出すのは楽ちんですね。はい、ということで、一般的にはバイクを押し立ててサイドスタンドを払ってそのまままたがるんですが、またがった時に前後のサスがしっとり、少し 1G で、 1G と言いますね、下がる感じなので、それも足つきをちゃんとこうサポートしてくれるという感じがします。なので、そうですね、印象としては、教習車、だいたい 400cc の今、4気筒がまだ主流だと思うんですが、そちらに比べるとだいぶ足つきは逆にいいんじゃないかなという気がしますね、 SR。じゃあ皆さん、またがっただけじゃなく、
ね、立ちこけ不安だと思うので、どれぐらい倒して踏ん張れるかどうかもちょっと今試してみたいと思いますけれども、そうですね、腰を少しセンターから、まあ、ずらすと、そうすると、左足、今ベタ足になりますが、ぐらっと来た時に、まあ、耐えられるかどうかっていうところなんですけど、ステップはねこれ低いんで、反対側のステップちょっと私の足の短さだと踏ん張れないですね。なのでハンドルをしっかり持つ感じなんですけども、このぐらいだったらまあなんとか耐えられます。でそれ以上になるとちょっとね、足踏ん張れないのがちょっと、うん、こっち側、右側踏ん張りたいな、それができないのがちょっとね難しいんですけども、まあなんとか、ぐらってきた時に、そうですね、こう惜しいな、この反対側の足を踏ん張りたい。普通の足の長さの人だったら踏ん張れるかもしれないです。重さ的にはだいぶ寝かせられるんだと思います。やばいってなった時に、うん、全然もうステップするとこまで倒しても、まあ、なんとか戻せる感じなので、やばい戻しますみたいななんですけれども、ちょっとね立ちこけ不安な方はそのあたりを注意していた方がいいかもしれません。はい、ということで、足つきのインプレでした。それではこの SR 実はですね、センタースタンドがついてるんですよね。なのでせっかくなんでちょっと試してみたいと思います。私でもいけるかどうか、この辺にねあるんですけれども、まず踏むのはまあなんともないです。そして握るところも最初からこの、バーというのかな、グラブバーがついているので、こう握ってちょっとでも狭いかな、狭いですけど、では行きます、せーの。ちょっと今日腰痛いんですが、せーの。後ろ引っ張ってください。せーの。ということで、ちょっとですね、テコの原理を応用しても結構重いかな。はい、なかなかですね、ちょっと腕が力が入りづらいというのと、実際こう位置的なもので力をかけづらいというのがありまして、残念ながら私あまりセンタースタンド掛けも得意ではないのですが、ちょっと失敗してしまいました。センタースタンド掛けるのちょっと重かったんですけど、下ろすのはどうかということで、さすがに下ろすのはできるだろう、せーの。まあできますちょっと女性だと重かったんですけど、本当に重いのか、それとも私が下手くそすぎるのか、ちょっと男性の方にも手伝ってやってもらおうかなと思うんですが、お願いします。せーの。結構よいしょって感じでしたね。ちょっと重いですね。はい、ということで、まあ若干のやっぱり腕力なり脚力なり必要な感じのセンタースタンドでございます。それでは SR400、普段の使い勝手はどうかということで、まあ、例えば駐車場に出し入れするとか、そのあたりがですねやりやすいかどうか、今からちょっと取り回しのインプレをしてみたいと思います。ということで、今センタースタンドがかかっているので下ろしますが、はい、でここからですね、じゃあ、まずはハンドル、そうですね、左にフルロックしながら、と押すんですが、もう今いきなり、すごいハンドル切れ角ありますね、このバイク。そうだったんだ、SR。ということで、まずこのフルロック状態から押します。せーの。こんなに切れるので、やっぱり取り回しの
半径が随分ちっちゃいという気がします。それから軽い、軽いですね。さすがに軽いです。さて左側はいいんですけど、まあ、右側なかなかやりづらいしやる機会もないかと思います。それも右も試してみます。楽ちんですね。ハンドルいっぱい切れるから余計なんか楽な気がします。そしてなんか車体がですねやっぱり軽いのでハンドル切った状態でぐらっと来ても、まあ、なんとか自分で支えられる。逆に切った状態でぐらっと来てもまあなんとか支えられますという感じです。じゃあハンドルいっぱい切ってもっと寝かせながら曲がるみたいな、まあ、必要があればね。もともとちっちゃく曲がるのでそんなに差を感じないんですけども、でもまあどうしても必要な時はこういったねテクニックも使えばいいかなと思いますけれども、逆にじゃあ先ほどの、ハンドル切ってバックするのはどうかと。で先ほど前に押す時はあの 車体を立てた状態で押しましたが、バックする時はちょっとやりづらかったりもするので少しだけ自分に車体を預けてバックします。そうね、楽ですね。手剥がしてもなんかなんとかなるみたいな。はい、ちょっと向きを変えて、今度は右に切ってバック、まあ、よくあるあの片手を離しちゃってシートを押すみたいなやり方も、軽くて重心が低いのでなんか安定してる感じがします。もちろんハンドルを持ってバックするのもこのなんか重心点がすごい分かりやすいんですよね。このままパッとこう立たせられるんじゃないかなという。ということで、まあ、おそらくですね、あの小柄な女性の方、非力な方でも初めから気負わずに取り回しに押することができるかなというふうに思いました。